キャメロンね、この映画の中でね、悪い癖出てるんですよ。本当にね、もう誰にもわからない高畑勲みたいにこれぐらいわかって当然でしょっていうね、シーンをどん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 入れてくるんですね。一等の食堂で、そのローズがタバコ吸うシーン入れるのも階級を見せるため、そこで怒られるのもアメリカの保守社会というのを説明するため、で、絶望したローズがヨーロッパに帰ろうと、後ろの方へ走ると、そこには偶然三等の タバコを吸う場所だった。これもキャメロンのですね、タイタニックのマニアだったら分かってくれる。一番後ろに行くと、ジャックがちょうど、三等客はさっきも言ったように、船内でタバコ吸えないので、船の外のベンチですね、参道のところですね、タバコをぷかーっと吹かすと、ここで出会うというですね、すごい偶然が作ってます。 はい。ジェミセイの皆さん、こんばんは、えー。今日はですね、5月2日ですね、連休の、まあ、真っ只中というかですね、入りましたよね。ただ、連休って言ってもね、あの、四都道府県はですね、もう本当に、あんまり外に出れない雰囲気なんです。僕も今日も一、一回も外出ないままでした、本当 <laughs> あの、自宅からこのスタジオへ来るだけでしたよね、えー。今日はですね、あの、まあ、前回告知した通りですね、タイタニックですね、金曜ロードショーでやる記念なんですけども、 えー、今回はですね、タイタニック前半なんですよ。あの、1回で全く収まらなかったからですね、タイタニックのですね、あの前半と後半ですね、<laughs> あの、今週と来週と分けて2回やります。で、えー、まあ、あの、今回無料ではですね、あの、5月5日の金曜ロードショーで放送される、まあ、前半ですね。金曜ロードショーでもちょうど前半後半になってるんで、タイタニックに評山が と、あの、衝突するシーンですね。本当にあの、映画のですね、1時間40分目ぐらいまでをですね、駆け足で解説していこうと思います。えー、まあ、今日のゼミを見るだけでですね、タイタニックが10倍面白く見れると、そういうところを目指そうと思います。えー、じゃあまあ、全体構成ですね、説明してみるとですね、まあ、あの、こんな感じになってます。えー、まあ、まず、無料ではですね、あの、浮かぶ階級社会ですね、あと出航、あと運命の出会いなんですよ。 えー、今日あの前半って言いましたけどもですね、ここまででですね、もうあの前半無料の時間いっぱい使っちゃって、で、えー、限定に入ってからですね、運命の9月12日、4月14日、日曜日、何が起こったのかとですね、風と共にサリぬっていうですね、ちょっとあの、まあ、タイタニックのまとめの話をしてみたいと思います。プレミアムではですね、ちょっとあの、まあ、まあ、世間話ですね、プルあの、広雪とちょっと仕事しますという話とですね、あと、ネットフリックスがですね、また、 すごい毒アニメ作ったぞっていうですね。まあ、本当にあの軽い世間話をしてみようと思います。えー、こんな感じです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。あの、金曜ロードショーでですね、えー、やる、えー、タイタニックですね。今日はもう全編をですね、お送りします。えー、まあ、あの、無料でやるのはですね、あの、まあ、浮かぶ階級社会、出航、運命の出会い、ここまでになってるんですけども。えー、では話していきましょう。えー、これあの、えー、タイタニック号です。 大体あの全長270メートルある船なので、えー、350分の1スケールの模型ですね。簡単な模型です。 で、同型艦にですね、あの、オリンピック号とブリタニック号っていうのがありました。全部あの、タイタニックと同じように、最後に区をつけるのが、この,あの会社のですね、まあ、好みらしくてですね、タイタニックは、まあ、ご存知の通り沈没しました。ブリタニックもですね、第一大戦でですね、沈没して、オリンピックは事故ばかりでですね、全然動かなかったのですね、まあ、ついにですね、あの、この、も、あの、保有していた会社のホワイトスターライン社をですね、倒産させてしまったということなんですけども、あだ名はですね、三隻的に全部ね、 役に立たなかったんですね。あだ名はですね、浮かぶ宮殿とも、いうふうに公式には言われてましたね。まああの、フローティングキャッスルですよね。あと、まあ沈まない船っていうふうにも言われてました。でももう一つのですね、割とあの、支えかれてたあだ名がですね、浮かぶ階級社会っていうふうに言われてたんですね。もう金持ちや貴族が乗る一等客室。 があっってです、ね、そこはものすすごい豪華だったからなんですよ。アメリカで成功した成金の、まあ、にわか貴族もどきの人たちですね、その人たちはですね、あの自分たちが移民してくる前のふるさとのヨーロッパに帰ってですね、でまあ、そこであのステータスをですね、まあ,あの上げるというのが、まあ、めちゃくちゃ流行ってたんですね、里帰りしてですね、えーまあ、アメリカにもう一回帰ったときにヨーロッパに帰ったんだとか家に帰ってきたんだけどとアピールするのよ。 が流行った。なのでアメリカとです、ね、ヨーロッパの間を高速で移動するです、ね、あの客船がです、ね、開発がすごい望まれてたんですよね。まあ、それなんで,すよでまあこの一番上の A デッキですねこの A デッキっていう部分はですね、まあ、船員専用なんですよ。で、まあ、船員専用なんですけどこの、まあ、ここら辺あたりは1棟のです、ね、お客さんの。 あの、うろうろできるところですね。二棟はこの後ろの方になってきて、なんかね、ボートとかがあって、これちょっと上から見ないとわかんないですけど、あの、非常用のボートとかがあって、割と見通しが悪いところなんですね。ここら辺が二棟。で、一棟はもう本当にここ一番いいてっぺんのところとかですね。あの、ここら辺。で、この下のですね、B デッキですね。あの、窓があるところ。これがですね、すごい大きい客室になっていて、えー、ここがですね、あの、なんだろうな。あの、 グッケンハイム美術館で有名なグッケンハイムの当主とかですね、なりきの人たちが乗るところですえ。彼らはですね、あの、浮かぶ宮殿の上で、あの、地上以上の贅沢をしませんかと地上で自分たちが住んでいるところ以上の贅沢をしませんかというふうに宣伝に言われてですね、まあ、乗ってきたわけです。しかしですね、この船のこう一番下の窓あたりですかあの、これ辺ですね、あの、G デッキと言われているあたりなんですけども、これあの、ここはアメリカンドリームをですね、夢見る移民たち。 ですね、まあ。ヨーロッパ世界にはですね、もう仕事もなくて生まれつきの身分制度に差別された人たちでですね、えー、まあそれでもなんとか乗れる金額だったんですよね。で、それで新大陸アメリカに行こうというふうに考えたわけですと、つまりタイタニック号というのはこの巨大さ、この巨大さゆえにですね、あの、二つの現象が生じた。 何かというと、一等の客室、一等のお客さんにはですね、ものすごい豪華な設備を用意できたわけですね。もう、プールもあるし、あとサウナもあるし、あと、なんだろう、スポーツジムもあるし、本当に何でもあったんですよね。一等のお客さんはその広さゆえに豪華さを楽しめた。しかしですね、あの、三等のお客さんにはですね、その広さゆえに、めちゃくちゃたくさん人が乗れたんですよ。 三等の客室ってものすごい狭いんですよ。もう四人部屋とか六人部屋ばっかりで、そこにギチギチに押し込まれたんですけども、それでもですね、大量に人が乗れたので,ですね、一人当たりの料金が割と安かったんですよね。だから本当にあの今のファーストクラスとエコノミークラスみたいな差ができてしまったわけですね。それのおかげで,ですね、タイタニックというような一つの船の中に最下層の そのアメリカに移民しようとする人たちですよね。とですね、最上流かすあの海峡の人たちとかですね、同時に乗る不思議な世界になったんですね。これがもうこの浮かぶ階級社会と言われた理由です。で、この格差っていうのはですね、えー、客だけじゃないんですよね。あの、乗員乗組員にもあったんですよ。あの、えー、例えばですね、この A デッキですね、この A デッキ。 ちょっと、まあ、このままやってみようか。この A デッキの一番上ですか。ここら辺っていうのはですね、あの、士官たちなんですよ。船長とかオフィサーと言われる一等から五等船員、あの、士官、五等士官までのですね、専用区画でですね、もうスーツ着てネクタイ締めてるような人たちです。その人らはここら辺で仕事してるんですね。大体この,あの,あの、B、あの、A デッキの前の方で仕事してるんですね。で、ところがですね、この、 一番前のクレーンついてる部分これまあ簡単な模型ですからクレーンついてませんけどクレーンついてる部分とかですねあとこの一番後ろの,このクレーンついてるこういう危険な部分ですねあと甲板磨きとかはですね派遣会社に登録していたですね水夫たちがやるんですよ正社員じゃないんですねホワイトスターラインの正社員じゃなくて派遣会社に登録されている水夫たちが働いてるんですよねあのであとですねまあ もうちょっと細かく言うと、よいしょ、あ今落ちちゃったな。えー、これ、あの、模型なんですけども、D デッキですね。え、ABCD デッキ、D デッキのこの辺り、この辺りにはですね、あの、一等の食堂があるんですよ。一等の食堂があるんですけども、そこはですね、あの、学団員たちが。 つまりあの演奏、音楽の演奏する人たちが働いてるんですよね。で、その、楽団員たちはですね、リバプールのカフェで自分たちを登録してるんですよ。リバプールってあの、船乗りがいっぱい集まる街があってですね、そこでですね、えー、楽団員たちが登録して、で、そこで演奏やってるんですよ。で、うまそうなやつはですね、指名されて、で、音楽家としてですね、タイタニックに乗船するっていうふうになってます。で、さらに下のこの船底ですね、この船底の辺は、 この辺ですよね。船底の辺っていうのはですね、あのもっと低い身分の人たちが乗ります。えっ、ー、とね、失業者がね、当時イギリスはですね、あの溢れてたんですけども、まあ、あの行列を作って仕事にありつこうとしてました。であの、行列作ってですね、そのスターラインの系列会社の 石炭会社とかですね、そういうふうな、やっぱ派遣会社に登録して、それもあらかじめ登録するんじゃなくて、仕事があるたびに、行列に本当に事務所に並ばなきゃいけないんですね。で、あの、イギリス中からですね、馬車とか徒歩でアイルランドのベルファストまでですね、旅行して、で、船の一番底に乗り込んで、 鎌まきの仕事をするっていうですね、臨時のバイトをやるんですね。で、彼らはですね、汗まみれで石炭をくべて、巨大なボイラー6つ、この一番底にあるボイラー6つをですね、常に200度以上ですね、200度から300度ぐらいの高温の、まあ、あの、沸騰、高温高圧の沸騰状態にしていたというふうに言われてます。まさにですね、階級社会の天国と地獄ですよね。それらの人々全員で2200人以上、 っていう風に言われてるんですけども、2200人以上あの乗せた浮かぶ階級社会ですね。なんで2200人以上って曖昧な言い方をするのかというと、実はですね、あの人数正確に分かってないんですよ。っていうのは、うん、あの途中あのフランスのシェルブールとかでですね乗せた貴族の人たちがですね使用人も一緒に乗せてるんですね。でその使用人の人たちの名簿がないんですよ。 だから人数に入ってないんですね、当時は。そのアメリカ人はね、面白いことにその使用人までちゃんとあの名簿載せてるんですけども、あの、フランスとかその本場の貴族たちは使用人を人間と思ってないから、名簿に名前載せてないから、結局何人乗ってたのか分かんないままだったんですね。まあ、その浮かぶ階級社会がですね、2200人乗せたのがですね、 大西洋のど真ん中で沈んでしまうわけです。えー、これあのジェームス・キャメロンはですね、あの、豪快映画学という本の中で、これあの来週まとめて、とりあえずあの本の説明します。今回参考資料すごい多いんで,です、ね。 え「タイタニック」がね日本でヒットするのか正直不安だと、まあ、公開前のインタビューだったんですけど言ってるんですよねなんでかっていうと「タイタニック号」っていうのはアメリカとかヨーロッパとかあとカナダとかではすごい象徴的な事件だと、あのー、シンボルなんだと単なる事故じゃないと単なる大規模な事故とか悲惨な事故とかたくさんの人が死んだんだんだったら「タイタニック」以上の事故は世界中にいくらでもあるしショッキングの事故はいくらでもあるんだけど「タイタニック」ってそ,そうじゃない。 あるるる種の象徴になってる事件にななっってて事件だからものすごい意味を持ってるんだけどもそれ日本の人に伝わらないんじゃないかなというふうにまあ,あのキャメロンはですねインタビューで答えてるんですけどもですねあの古き良き良世界が終わっっっててしままたというふうふにキャメロンは言ってますあのジェームズ・キャメロンの映画「タイタニック」はですね1997年ですね今から24年前の映画なんですけど大ヒット映画です。で3時間14分もあるんですよ。 金曜ロードショーで前後2回に分けるぐらいですから、3時間14分もあるんですけどもですね、あの、実はこの3時間14分の尺っていうのはなんで必要なのかっていうとですね、えー、タイタニックの沈没時間を丸々入れるためなんですね。あの、氷山に衝突してからタイタニックがわずか2時間40分ぐらい沈んじゃうんですけどもですね、その2時間40分を体験させようとキャメロン考えたんですね。で、冒頭に20分ぐらいですね、あの、 なんだろう、現在のタイタニックを映す潜水艦の映像が入ってて、で、ラスト14分はまたその潜水艦の映像に戻ってきて、現代に戻ってくるんですよ。で、クレジット結構長いんですね。で、その、現代の映像を覗くとですね、過去のタイタニックの映像、その中のドラマってぴったり2時間40分なんですよ。だから、キャメロンってそのタイタニック号の中で沈没が あ,あの、商談が発生して何が起きたかどうやって古き良き世界が終わってしまったのかという2時間40分っていうのをですね、あの、きれいにです、ね、映画の中にぴったり収めようとしたんですね。まあなんかね、すごい変なこだわりを持った映画なんですけれどもですね。じゃあ,あの、最初のですね、出航シーンから説明しようと思います。ちょっと模型見えにくくなるから横に置いとくね。えー、っと、 まずですね、えー、まちょっとこの模型もこっちの方へ置いておこうか。切断模型ってなかなか壊れやすいから怖いんだよね。美術部のに大急ぎで作ってもらったんだけれども、えー、この模型売ってないんですよ。あの、いわゆる、 ペーパートイで売ってるペあの、タイタニックを一回組んで、それを半分に切断したんです、してもらったんですけどね。<laughs> え、乗り込みシーンです。これはあの、まあ、タイタニック後の前景が映ってるんですね。だから映画始まって20分あたりなんですけども、時に1912年4月10日水曜日です。ホワイトスターライン社のですね、建物がここに見えます。ホワイトスターってか見えますよね。え、身分制度が強調された乗り組み橋ですね。 真ん中に斜めになっているのが1等の乗客で,で、この辺でごちゃごちゃとしているのが3等の乗客です、ね。で、遥か向こうには、ちょっとあの、多分ね、あの1等と2等が混載で入れるです、ね。入り口が、あの橋が見えてますね。で、えー、タイタニックの名物ですね、大階段をですね、これ降りて、まあ、ここから下へですね、入っていくんですけども、まあ、あの、自分で乗り物、あの荷物をですね、あの、持ち込むのです、ね。入り口がやや、 広くなってますこ。あの、こっちの方はさらに大きい荷物用なんですけどね。だからほとんどこっちの方が搬入口だと思っておいてください。で、あの、 えー、これ D デッキっていうところです。上からですね、A デッキ、B デッキ、C デッキと来て、ここが D デッキなんですけどもですね。えー、これはあの、ファーストクラス専用の入り口ですね。桟橋の専用ゲートから直に上がれて、そのまま船内のエレベーター使ってもいいですし、名物の大階段ですね。で、自分の客室まで案内されます。で、まあ、あの、貨物室に荷物ですね、直接運ばれるので、えー、こっちの方で、あの、荷物運ぶのですね、こっちの方はやや小さい口になってます。 で、それに対してですねで、この下の桟橋の方にですね、人がぐわーっと集まってるんですけど、この集まってる人たちっていうのはですね、あの、みんなこう、ハンチングって帽子被ってるんですね。ちょっとあの、後でも,もっとわかりやすい絵出しますけども、ハンチングの帽子っていうのは、労働者階級が被る特有の帽子なんですけども、当時の,あの英国の階級社会、イギリスの階級社会というのは、服を見ただけで身分とか階級がわかるんですよ。 だから1等2等の橋に比べて大勢の人が詰めかけてるということもあるんですけどもやっぱそのあのー、欧米社会ではこのシーン見せただけで割とね階級みんなピンとくるらしいんですけどこれがやっぱちょっと日本人には分かんない感じですね。で 3つ目のカットですね。えー、後に2人がですね、デートする、まあ、あの、ジャックとですね、ローズがデートする自動車を積み込みシーンですねで。実際にこのタイプの自動車がですね、積み込まれる写真、記録写真が残ってるのは、ですね、同じ車をわざわざですね、見つけてきて撮影したそうです。で下に見えるのがこう、やっぱこうハンチング帽を被った3等の客たちですね。えー、今のですね、説明を絵で見せると、あ、 模型で見せると、ここになります。これがあの3等。ああ、本当に身分社会でね、見晴らしのいいね、ベランダ全部1等なんですよ。で、2等はこのすっごい狭いところをちょこっと使えるだけで、3等ここなんですね。で、3等のこの貨物室の入り口、ここのドアを開けて、ここにあるクレーンでですね、こう自動車を入れてるところなんですね。 三等客って本当に、ね、前と後ろのね、この一番低いところからしてみる。この前の方は、あの、えー、乗務員が、あの、やるですね、場所なんで、普通入れないんですね。で、あの、ジャック、ディカプリオはですね、平気でガンガン入ってますけど、基本的にここ入っちゃダメなところです。で、えー、 まああの一番ねあの低いええー、甲板からですね一等客を見上げるような構造になっているんですけどもええー、一番上のですねあの英出前方は士官用ってさっき説明しましたんですけどもあのー、なんだろうな ええとど、どういうじゃ、まあまあい,いや、ここら辺で説明するとね、本当にね、どんどんもうね、俺この2、3週間ぐらいですごいタイタニックオータクになっちゃったんですね。なので、えー、まあまあ、いろいろ説明しすぎてしまうので、短く短くやってみます。で、いよいよですね、船が出航する直前にですね、えー、主人公たちがですね、やってきましたですね。 でえー、船が、ね、出るシーンで、主人公ジャックがです、ね、3等、こう一番低いところに乗ってます、ねで。自分たちより高いところに1等客、2等客が見えてます。でえー、船が出航するシーンで,です、ね、1等客が見えてます、ねで1等客1。1等客ばっかりのです、ね、ベランダを通り過ぎると、いきなり3等客がこう見えるシーン。 なっていくんですけどもですね。まあ、このワンショットでですね階級社会を見せているわけですね。でこれねやっぱりねうちのねなんか四十三インチのテレビで見てもそんなに大って思わないんですけどもあの劇場で見るとねこのパンワンカットでですねあの一等の客せ客お客さんたちが ベランダにいるところからカメラがザーッと移動して3頭の客までを見せられるとですね、うわーって思ったんですよ。本当に服が違う、色、色味が違うっていうのを見せて、で、その人らが全員仲良く手を振って、行ってきますよならっていうふうに言ってるシーンがですね、すごいこう、ショックだったんですよ。だからまあ、本当はね、劇場で見るような映画なんですけどね、まあこれ基本的にキャメロンの映画、全部そうなんですけども。 で主人公のですね、ローズが到着、あの、やっとねあの、登場します。本当にあの、出発直前になって。あの、出発のね、だいたいね、3等客は2時間前から来いって言われてて、 で、一等客は一時間前で結構です、みたいな感じなんで、ほんとギリギリで来るんですけども。えー、ローズですね、主人公のあの子、ローズはですね、17歳です。えー、初登場のセリフが、まあ、マニアックでですね、あの、婚約者のキャルっていう、まあ、嫌な男にですね、あの、タイタニックだ、素晴らしいだろうっていうふうにキャルに言われてですね、返したセリフが、 モレタニア号と同じじゃないっていうふうに言うんですね。モレタニア号というのは何か、まあこれがマニアックなリフなんですけども、タイタニックが登場する前にですね、あのブルーリボン賞というですね、えー、最速の船に与えられる、民間の船に与えられるですね、賞を取った船で、それがですね、23.7ノットっていうふうに言われてます。そのレコードを持ってたんですね。で、今回タイタニックは何が何でもこのモレタニア号のですね、あのスピード記録を破らなきゃいけないっていうですね、まあ、ミッションを持ってます。で、えー、えー、前の年にですね、実はタイタニック 1912年の,この4月10日の話なんですけどね出航したの1911年のクリスマスにです、ね、本当はです、ね、あのイギリスのニューヨークをです、ね、モレタニア号をです、ねえー、旅行するはずだったんですよでこところがモレタニア号を故障し,しちゃうんですよなのでおそらくキャルたちです、ね、このローズたち一行はです、ね、あのモレタニア号をキャンセルしたんだと思います。 モレダニオ号が故障したのでキャンセルして、その代わり4ヶ月後のタイタニック号ですね。こっちの方がより大きくて豪華で世界最速だからという理由で選んだんじゃないのかっていうですね。まあそういう設定になっていると思います。えー、モレダニオ号の写真があるんですけども。よいしょ。おっとっとっと,と,と。これですね。 まあ、海の貴婦人と言われててですね、え特徴はこの4本ある煙突なんですね。まあ、めちゃくちゃかっこよかったんでですね、タイタニック号をですね、わざわざこのモレタニア号をそっくりに改造しました。実はですね、あの、タイタニック号のですね、4本の煙突ですね。これあの、4本目ダミーなんですよ。あの、3つしか本当はね、煙突ないんですよね。ところがモレタニア号があまりにかっこよかったんで、 バランス悪いよと。この3本目の煙突がない状態でなのでですね、設計者が慌てて必要ないので、ここに4本目のですね、ダミーの煙突作っちゃったというですね、エピソードがあるぐらいですね、モレタニア号はかっこよかったんですよね。あの、一応ダミーといっても、エンジン室の排気だけを出すので、まあ煙は出ないんですから、それなりにですね、まあかっこよくなってます。なので、あの、ここで言ったですね、モレタニア、あの、ローズのですね、なんだモレタニア号と同じじゃないのっていうのは、大体に マニアの間ではあるあるギャグなんですよ。もうよくぞ言ってくれた大爆笑手を打てなんですけども、わかるかって話ですよ。<laughs> あの、僕ぐらい好きになってきたら、ようやっと、うわーっとマニアックなギャグかましたなって思うんですけども、キャメロンね、この映画の中でね、悪い癖出てるんですよ。本当にね、 もう誰にもわからない高畑勲みたいにこれぐらい分かって当然でしょっていうね、シーンをどん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 入れてくるんですね。で、あの、ちなみにですね、モレタニア号第、第1次大戦で改造されてですね、めちゃくちゃかっこいい迷彩塗装になりましたね。たまあ沈んじゃうんですけどもですね、えー。ということで、モレタニア号の話それぐらいですね。で、一般客の乗り組みが始め、始まります。えー、そうですね。 これあの、この奥の方にいる、こいつがキャルで、まあ、本当はこの後ろにローズとか続いてるので分かりにくいんですけれども、あの、三等客の間を通り抜けていってるので、まあ、彼らの帽子とかが分かりますね。あの、さっき話したハンチングがわかるあたりです。で、えー、この彼らはですね、なんで三等客はもっと前に来て並ばなきゃいけないのかというと、虫歯のチェック。 あと、毛じらみのチェックですね。ヒゲとかを全部串で掃かれて毛じらみがないかどうかというのをチェックされるんですね。で、家族連れと女性は、えー、前の方へ乗せられて、で、あの、男たちは大体主に後ろの方に乗せられると。当時のあの、イギリスの階級社会っていうのは身分差にも厳しかったんですけど、それ以上にですね、男女が不用意に接触することをすごい嫌ったのでですね、できるだけ男性、女性、家族連れっていうのは別にしようというふうにしてました。まあ、あの、うん、まあ、 これ乗り込むですねあの主人公のディカプリオを演じるジャックはですねあの最下層って扱いなんですけど実際最下層じゃないんですね最下層はあの毛じらみとこうチェックされてる移民なんですねヨーロッパの人がアメリカ行く時にすごいゴミみたいな扱いされたんですけど で、次のカットですね。ローズたちがですね、いよいよ一等専用のこの長いはしごですね。長いですね、ブリッジを通ってですね、D デッキの入り口から乗り込むシーンです。えー、まあ、すべての入り口が見渡せるベストショットですね。これ自分、これ一等専用です、ね。で、向こうの方には荷物専用の長い橋がかかっていて、はるか向こうにはですね、三等のお客が乗るですね、細い橋が見えるっていうですね、まあ、めちゃくちゃいいショットになってます。で、後ろにですね、あの、メイドとボーイが 荷物持ってるんですけどもですね、えー、特別待遇ですね。あの、ファーストクラスの中でもですね、このキャルが予約したスイートルームというの特別待遇になってるのでですね、荷物をこのまま持って持ち込むんですよ。 普通は他の一等客っていうのは手ぶらで入ってきてるんですね。荷物だけさっきのクレーンとかであの別の入り口から入れるんで。なので、この荷物をメイドに持たせて、ボーイに持たせて入ってきてるというシーンで、彼らが特権階級だというのがわかるという、またキャメロンのですね、あるあるが入ってるんですけど、わかんないのが入ってるんですけどもですね。で 乗り込みました。えー、狭いですね、入り口から頭を下げて乗り込んでます。えー、これがですね、あの、ローズの母親ですねで。ちょっと見えにくいけど、ローズで嫌な婚約者の、えー、キャルですね。で、キャルはですね、上流階級のシンボルですね。この、まあ、縁のこの丸い帽子ですね。とですね、ステッキですね。必要もないように木の杖を持っています。で、あと、革の手袋をしています。ですね。これ3つともですね、 船に乗るとき、晴れた日に必要ないのを持ち歩くんですけども、あのー、まあ、この辺が特権階級ですね。で、ローズと手を繋いでるんですけど、手を繋ぐのもお互いですね、あの手袋をした状態ですね。キャ,キャルは特に、川の手袋をしてる手袋越しっていうですね、まあ、これ距離感ですね。実は心が繋がってないんだよという距離感を見せるために手袋越しの手を繋ぐっていうのをやってます。ですね。えー、まあ、まあ、わかりにくいですよね。で、えー、 キャルたちがですね、入るのはですね、あのまあ別のシーンであるんですけども、えー、52、54、56、B デッキ52、54、56の、えー、スイートルームだっていうふうに言ってるんですけども、まあキャメロンが考え抜いた設定なんですね。あの、タイタニックって割とあの調査が進んでいるので、架空の人物を船に乗せる余裕がないんですよ。まあそんなもん嘘ついて、嘘ついちゃえばいいんだって思うんですけど、キャメロンってあまりに、なんだろうな、マニアなのです。嘘がつきたくないんですね。 で、タイタニック号で、このローズたちが泊まっている一番いい客室っていったらもうスイートルームね、あの、右辺と左辺に一個ずつしかないんですけど、どっちかに住ませたいと思ったら、そしたらその52、54、56の、あの、えっ、ー、と、どっちだな、左辺側か。左辺側のスイートっていうのは、あそうですね、左辺側のスイートっていうのは、 偶然ですね、あの船のオーナーのイズメイさんっていう人が乗ってたんですよで。イズメイさんっていう人が船の、まあ、オーナーでもあるんですけども、他にですね、あの、なんだろうね、営業もしなきゃいけなかった。皆さんももっともっと乗ってくださいと営業もしなきゃいけなかったのでですね、このスイートルーム3つを借りてですね、展示会する予定だったんですね。 で、展示会してですね、で、いろんな、こう、お客さんを次々にで、ね、プレゼンして、皆さんをお酒でもてなしてっていうパーティールームにする予定だったんですけど、いずさんがですね、こう、使おうと思ったら、そこにですね、あの、いずさんの上司にあたる、ホワイトスターライン社の、さらにオーナー会社のモーガンさんっていう人がやってきて、モーガンさんが、俺が乗るわっていう風に言ったんですよ。で、いずさんが、ああ、どうぞどうぞ、一番いいスイートどうぞっていう風に譲ったんですよね。 ところが、モーガンさんは直前になってですね、なんか、あの、理由わかんないですよ。未だわかんないですけど、キャンセルするわって。まあ、これがいろいろタイタニック陰謀論をですね、呼ぶ原因になったんですけど、キャンセルするわ。っていきなりキャンセルしちゃった。なので、この52、54、56のですね、3部屋続きのスイートって偶然空いてたんですね。 で、キャメロンを大喜びして、じゃあもうここを主人公たちが乗ることにしようって設定にしたんですけどもですね。まあ、3部屋続きのスイートですね。左右に1つしかありません。えー、これあの、タイタニック号の平面図です。これが52、54、56ですね、えー。大階段を上がってきて一番近くにある部屋です。で、部屋に入るのがですね、大階段を上がってきて、プライベートプロムナードって書いてるんですけども、あの、 船の外側にプロムナード、遊歩道ですね。ベランダがあるんですけども、これあの専用ベランダがあるんですよ。で、こう、大観覧から上がってきて、専用のですね、えー、ベランダから直に入れるようになってるんです。で、直に入って3部屋という、まあ実質ここの,あのベッドルームとかクローゼットあるんで4部屋なんですけど、ここにさらに、あの、廊下に出れる出口まであるんですね。であの あのー、真ん中あたりでですね、えー、ローズのですね、ヌードスケッチをですね、ジャックがしてるときにですね、まあ、追いかけられますよね。そのときにこっちからもう出れるのよって言って、ローズが手を引っ張って逃げるのがこのルートなんですけど、ここら辺もですね、実際にセット組んで、わこのドア使えるじゃんってキャメロンが大発見して、じゃあもうドラマの中に入れようっていうふうにしたシーンですね。えー、で、えー もう一組のですね、主人公ですね、ジャック19歳ですね。もう一人の主人公、ディカプリオのジャック19歳は偶然にですね、出航直前にギャンブルで3等のチケットを勝ち取りました。ですね。で、まあ3等の入り口はまあこんなんですよ。 本当に、3頭入り口、こんなんで、船の一番下の方にあるですね、穴みたいなでであの入り口があって、そこのところで乗るときに、お前、白身の検査やったのかというふうに怒られますね。あの、で、移民じゃなくてアメリカ人だとアピールするんですよね。で、えー、これがですね、E デッキから入って EFG と、さらに、 2つデッキ下がが下下る。下がってです、ね、G デデッッキキままで行きます。F デッキと G デッキはです、ね、あの前後の端がです、ね、3等客室で、えー、ジャックは一番下の G デッキですね。おまけに独身男性がほとんどですね。あのさっきも話した通りですね、イギリス階級社会なので身分のほか身分階級の他に男女さんにもすごい厳しいんですね。でデパート行くと、 あの男女のトイレが別のフロアになっているところがありますねこれは特にありますよねあれってそれなんですよ元々デパートもあの階級社会の象徴みたいな場所だったんですね。もう今はそんなことないんですけども僕が子供の頃はまだまだ敷居が高かったんですよなので あの、デパート、日本でもですね、百貨店デパートはですね、フロアごとに男女っていうのが昔のデパートに分かれてるんですね。これは、あの、男性がトイレに行くことを女性に見られてはいけない。女性がトイレに入るところを男性に見られるなんてありえないという考えなので、だ、あの、フロアによって、あの、トイレが違うと。 ここにもですね、まだ階級社会の名残が日本にもですね、まだ生きてるんですよね。若い人はね、まあ、丸いとかね、そういうようなところは大体ねそんなことないんですけども、古いところはね、まだ,まだあのそういうようなトイレになっているところがあります。ですね。で、G デッキのですね図面手に入れたのです、ね、ここに貼っときますけども、偶、え、数、ー、番号はですね、あの、左舷なのでですね、おそらくタイタニックのお尻、船尾の 一番後ろのですね、4人部屋ですね。まあ、あの、えー、ジャックが歩くルートを確認したんですけど、多分、こう歩いてるんですね。で、こう歩いて、こっち入って、この部屋に入ってましたから。で、まあ、ここの4人部屋だと思います。G の60っていうですね、ジャックの部屋ですね。えー、まあ、あの、で、まあ あの、これ、一時あの、映像キャプチャーしてないんですけども、えジャックも乗り込んだところでですね、えタイタニックはですね、スクリューが回転してですね、三橋からいろいろ、いよいよ離れます。まあ、正確にはタグボートに引っ張られて、三橋から少し離れたところでスクリューが回転するんですけどね、スクリューが回転するシーンね、あの、海の底、海底ギリギリとタイタニックの底がもうすりそうなんですね。だからスクリュー回転した瞬間に、 海の底のです、ね、泥がガーッと巻き上がるシーンがあるんですけどもなんでかというとタイタニックが止まっていたサウサンプトンの,です、ね、あの港でもです、ね、タイタニックのサイズ限界だったんですねこんなでかい船作ると思ってなかったんですよだから僕らは世界最大の船タイタニックっていうふうにあの当時の船で考えちゃうんですけどもです、ね、それはあらゆる港でもです、ね、タイタニックが止まれる港なんてほとんどなかったんですね全部ギリギリ。 です、ね。他の、あの、施設が追いついてなかったんですよね。まあ逆に言えば、このサイズの船、鉄でできた船を誰も作ったことがなかったので、あの、今回のですね、映画にもなった悲劇が起こったということなんですけども、いよいよタイタニックが船出してですね、その日の午後にフランスに行きます。シェルブールに行って、翌日のですね、4月11日の木曜日、えー、木曜日のお昼正午にですね、いよいよ大西洋からニューヨークに向けて出港します。4月14日のですね、沈没まであと3日。 ですね。えー、ちょっと一旦休憩しますね。別にあの、これ、お茶飲むためだけの休憩なんですけど、無料まだ続きます。今日ね、長い、<laughs> 2時間半コースだよな。やばいなぁ。<laughs> ちょっと、まさか無料で一旦ね、休憩入れるとは。<laughs> でもまだ沈没まであと3日なんですよ。 でまあここからはですね運命の出会いというユニットになりますね。えー、まああの船がですね翌日にまあ、映画で見るとですねもう本当に一瞬であの言ったように見えるんですけどもですね船はタイタニックはですねイギリスを出港してからジャックとローゾンしで出港してからその日のですね夕方に。 フランスに行って、で、お金持ちたちを乗せてで、さっきも話したようにですね、あの、イギリス、あの、フランスの貴族たちは使用人の名前とかを控えてなかったので、ね、誰が乗ったかわかんないような状態なんですけど、で、翌日のですね、えー、昼、午前中にですね、イギリスもう一回戻ってきてで、そこでやっとね、あ大西洋に向けて出航になります。で、そこでですね、大西洋に出たところでですね、例のシーンですね、ジャック君がですね、船のへさき、一番先に立って、 俺は世界の王だって叫んでですね、ぐわーっとこう回り込みするシーンがあるんですけども、これが4月11日のですね、お昼過ぎですね、午後2時ぐらいだと思います。えー、ジャックにとってですね、タイタニックはですね、あの、自由の国アメリカに憧れていくんではなくて、帰るための希望の船なんですね。ジャックはアメリカ人だから。っていうのはジャックですね、19歳なんですよ。この子、まだ19歳なんですね。19歳で2年ぐらいヨーロッパで放浪したけども、 画家にはなれなかった人なんですよ。つまり、なんかあの2年ぐらい浪人した末に、やっと大学に入って東京に向かう19歳の痛い男の子だと思ってください。だから、まあ、これぐらい。 ありますよね。そんな痛い男の子だった。2年間ですね、暗い浪人生活というのかな。専門学校行ってアニメーターになろうとしてたのかわかんないんですけども、それをやめて、ようやっと、まあ、あの、故郷に帰ると。で、故郷のアメリカの方がずっとずっと暮らしやすいやという。それぐらいのですね、人だったんですね。なので、ま、あこれぐらい、俺は世界の王だっていうあうに。I'm a king of the world! っていうふうに言うんですよね。まあ、あの、 えー、俺は世界のトップに立ったというですね、吹き替えとか翻訳では言ってるかもわかるんないですけど、正確にはですね、I'm a King of the World って言うんですけども、ちなみにですね、監督のジェームス・キャメロンはアカデミー賞でですね、アカデミーでですね、あの、監督賞を取ったんですね。あの、タイタニックって11部門取りましたから、史上最多の,あの映画の一つですけども、監督賞を取った時にですね、赤であの、スピーチするんですよ。あの、オスカーズをもらって、アカデミー賞をもらった時で、監督賞をもらった時にですね、ついつい受けを狙って、I'm a King of the World! ワールドというふうに言っちゃうんですね。で、その瞬間の映像を見たんですけど、会場ドン引きなんですよ。<laughs> <laughs> 言い過ぎたと。 普通ね、アカデミー賞で監督とかプロデューサーがね、賞をもらうと、まずは感謝って言って、スタッフがすごかった、なんとかが良かった、そしてみんなに愛してるよ、みたいな言うんですけども、キャメロンって、タイタニックみんな大好きだよね。さあ、俺があのディカプリオのセリフ言うよ、待ってただろ。俺は世界のオーーって言ったら、会場ドン引きで、その瞬間のキャメロンの表情ね、ものすごく面白いです。<laughs> あれっていう感じで引き上げていくんですよ。で、さらにその後ですね、えー、作品賞ももらうんですね。タイタニックアカデミーの。で、作品賞もらった時にプロデューサーとしてもう一回ウスカもらいに来るんですけど、この時のもうキャメロンがものすごいね、下向いてしんなりした感じでですね、作品賞ありがとう。すべてのタイタニックで亡くなった人たちに、 今から黙祷を捧げたいと思うと言ってるんです <laughs>。黙祷を捧げて、なんとかバランス取ろうとしてるんですけども、あの、さっきも言ったですね、豪快映画でインタビューの中ではっきりとインタビュアーに、いやもうあれ、もうほんとだだ滑りでめちゃくちゃパニックになったわって話してるんですけどもですね、マジで凹んだそうですね。あの、アカデミーのスピーチ、あとであの、YouTube とかで動画探してみてください。で、 まあ、あの19歳のジャックにとってですねアメリカに帰る船っていうのは希望の船なんですけども一方のですねヒロイン17歳のローズにとってはですねもともとローズもアメリカ人なんですけどもです、ね、貧乏になってしまった名家なんですね貴族ではないんですよ名家の一つなんだけども貧乏になってしまったんでヨーロッパに行って箔をつけてでそこで婚約者ができた結婚アメリカ人の,あの婚約者ができたキャルっていう人があのー できたんだけど、まあ、キャルもなりきんないわけですね。教養が全然ないと。で、財産目当てで結婚させられるというですね、まあ、あの、奴隷戦だというふうに言っていますね。奴隷戦で私はアメリカに帰るんだという,う言ってるんですけど、せっかくですね、ヨーロッパで得たですね、社交界とか、あと、教養も,もう全部無駄になるんですね。で、あまあ、つまりどういうことかというと、せっかくですね、あの、善良性のものすごい居心地がいい、ハイセンスな女子校にですね、あの、入って、 さあ、これから青春だって言ったら、2年生の夏休みぐらいにですね、いきなり、はい、学校を辞めて、あなたは田舎に行って、この、あの、なんだろうな、ちょっと乱暴でわがままな、田舎臭い教養もないですね、あの、おっさんのところに嫁に行けというふうに言われているわけですね。だからそれ、まあ、なので、ものすごい凹んでいる状態なわけです。一方は、2年間の浪人生活の後、いよいよ、えー、なんだろう、東京行くぞって言って張り切っているですね、まあまあまあ、あの、痛い兄ちゃん。 19歳とですね17歳でまだ高校2年生なのにいきなり全寮制の友達がいっぱいいてハイセンスなですね学校を辞めさせられて田舎に行って嫁に行けって言われてるです、ね、女の子それの2人が出会うという話なんですね。で運命の出会いです。えー、まああの自分の未来しか見えていないジャックはですね3等戦 三島専用の甲板でですね、1等のベランダ見上げるんですよ。で、見上げたベランダにですね、あの、去っていくヨーロッパを見ている女の子がいるんですね。で、これあの、実はこう、船の後ろがこちら側でですね、ジャックはずっとこの前を見てたんですね。ジャック前を見てて、あれって思って後ろ振り返るとですね、なんかあの、甲板からですね、ああの後ろのヨーロッパ見てる女の子がいると で、過去だけ見て悲しげな女の子に一目惚れっていうシーンですね。まあ、これが沈没の3日前、4月11日木曜日のですね、夕暮れの出来事です。ちょっとあの、もうちょっと精密な模型で説明してみようかな。しなくてもいいのかな。ジャックいたのさっき言った3等甲板なんですよ。で、3等のこれあの、乾板でですね。で、2等がですね、このものすごい狭いとこなんですよね。2等。 一頭がこれ全部なんですよ。ここら辺全部で一頭この後ろよく見えるバルコニー撮ってるんですけども、ローズいるのはこの一頭のですね、この一番端っこですね、この角のところに立ってる。それをほんとちょうどね、三頭から見えるから、一目惚れするには一番いいビューポイントに二人いるわけですよね。いや、キャメロン考えてるなぁと思ったんですけど、これどうやって考えてるのかなと思ったら、キャメロンはタイタニックという映画を作る前に、まず、 7.5メートルの模型を作って、<laughs> 頭おかしいですよね。7メートル半ですよ。7メートル半の模型を映画作る前にスタッフに作らせて、で、ビデオカメラ持ってきて、とりあえずいろんな角度から撮って、これ映画になるよって、いわゆるプレビズですよね。安野秀明がですね、あの、新エヴァンゲリオンでやったことっていうのは、実は元ネタは1995年に、その、なんか、あの、 キャメロンがやったことなんですね。で、これあの、まあ、来週話せると思うんですけども、来週話せると思うんですけど、あの、ちゃんと証拠があります。なんで僕がこんなに、シン・エヴァンゲリオンのプレビズっていうのは、実はタイタニックなんだっていうのはですね、メイキングの映像とかですね、その後の樋口真地の映像とかそこら辺見ると、すごい繋がるんですよね。だからそこら辺の証,証拠の話は来週しようと思いますけども、ま、あ、こうやってですね、 7.5メートルの模型を作っていろいろ考えたから、あの、できるショットでもあるわけですね。えー、しかしですね、ローズという女の子はですね、その、えー、ジャックの,目あの姿勢に気づかずですね、出向した日からですね、毎日同じ繰り返しなんですね。まあ、しょうもない会話をしてですね、無意味な表面だけのおしゃべりですね。で退屈なのにマウントだけをやたら取ってくるですね、婚約者のキャルですね。すべてに絶望していた絶。絶望していたのでですね、 うん、ある日の夜ですね、えー、一等席の食堂でですねあの船のオーナーとか設計者と食事をするシーンがあるんですけどもローズはその時にですねタバコをぷかっと吸い出すんですねでこれローズがタバコ吸うのは当たり前ですよというのはパリの社交界とかですねイギリスでも上流階級の夫人っていうのはですね基本的にタバコを吸うんですねしかしアメリカ人ってその意外なんですけども保守的なんですよ っていうのは、あのあの大敗したヨーロッパの文化から逃れて、ピューリタンたち、いわゆるもっと貧乏でよく働く人たちが移民して作った国家がアメリカなもんだから、アメリカって、その金持ちがどんどんできてるんですけども、文化的には保守的に近いんですね。だから、ローズ帰るのが嫌だったんですよ。で、タバコプカート吸って、これのも別にヨーロッパの上流社会で当たり前ですよ、でしょってやってたんですけど、そうするとそれを見て、お母さんが怒るんですね。 あなたはこれからアメリカのどいなかな保守的な世界に帰るんだから、タバコなんか吸ってたら男の人に嫌われちゃうじゃないのっていうふうに言うんですね。で、あのー、まあまあ、まあ、アメリカ流に染まれというふうにやって。でもいっそ死のうというふうに思って、発作的にですね、さっきの一棟のベランダからローズが階段を降りて、三棟の、あの、 甲板通って船の一番後ろから身を投げようとしまいます。もういっそ死んじゃおうかと思って。で、後ろの方に行くのも、これだ、3等の甲板の後ろの方に行くのも、やっぱヨーロッパに帰りたいという思いが、もう飛び降りて自殺してしまいになるんですね。だから船の後ろの方へ後ろの方へ行くんですけど、ところがこの船の一番後ろっていうところではですね、偶然3等の喫煙場所になってるんですね。船の中って基本的に禁煙なんですよ。まあまあ、今でもそうなんですけど。 ところがですね、一等客だけは船の中でタバコを吸える。これも階級社会ですね。だから、一等の食堂で、その、ローズがタバコ吸うシーンを入れるのも階級を見せるためで。そこで怒られるのもアメリカの保守社会というのを説明するため。で、絶望したローズがヨーロッパに帰ろうと、後ろの方へ走ると、そこには偶然三等のタバコを吸う場所だったっていうですね。いくつもの偶然重なっている。まあ、これもキャメロンのですね、タイタニックのマニアだったら分かってくれるだろう。 一番後ろに行くと、ジャックがちょうど、参道客はさっきも言ったように、船内でタバコ吸えないので、船の外のベンチですね、参道のところで,ですね、タバコをぷかっと吹かすと、ここで出会うというですね、すごい偶然が作ってます。あの、まあ、あの、まあ、ローズがですね、この食堂でですね、タバコ吸ってるっていう伏線が回収されてるんですけども、わかるかと。 キャメロンみんなをね、タイタニックのマニアだと思いすぎなんですよ。だから、ローズタバコを吸ってる、食でタバコを吸っている。で、ダメって言われる。もうこれもダメだから絶望する。船の後ろに、そっと船の後ろに何があるか。みんな知ってるだろうタイタニック号の一番完備は三等客の喫煙場所なんだって言うんですっ、ね、て。わ <laughs> かるかっていう突っ込みがあると思うんですけども、まあ、そこで出会いするわけですね。で、こうやってですね、二人は出会ってですね、お互いに意識しだします。えー、うっかりですね、あの、まあ、 ローズは自殺しようとしてたんですけど、それを言うと、まあ事件になっちゃうんですね。うっかり足を滑らせて落ちかけたローズをですね、えー、助けたという設定になってですね、嘘をつきますね。婚約者のキャールはですね、まあすごい怒って、あの、まあマウント取る男ですから怒るんですけどもですね、真摯の振る舞いをしろと周りから言われるんですね。で真摯の振る舞いとしてですね、ジャックを翌日、 4月13日沈没の前の日です、ね、のです、ね、ディナーに誘わざるを得なくなるんですねどうせマナーも知らないだろうしろくな服を持ってないだろうから恥をかかせてやれということで、まあ、親切ぶってディ寝室に,、えー、に戻ったです、ね、ローズにですね「えー、キャルはですね、お前なんか俺の妻なんだから恥かかせるのなて言いたい言いたいのをグッと我慢してですね とっときのプレゼントをするんですね。それがですね、あの、巨大なブルーダイヤモンドなんですよ。ハート型のですね、でっかい青いダイヤモンドなんですけども、壁用のハートってですね、あの、青い海のハートっていうふうに言われあの、映画の中で言われている巨大なダイヤモンドです。 で、ルイ16世もつけたダイヤモンドだよっていうふうにですね、言いながらキャルつけるんですけど、この、この時のやっぱりその、ローズの微妙な顔ですね。ルイ16世ってギロチンで殺された王様ちゃんとフランス革命で。で、ルイ16世がつけてた、持ってたダイヤモンドって言われて、縁起いいはずがないのにって思いながら見たら、めっちゃ綺麗でどでかいダイヤモンドですね。ローズはちょっとここで態度変えるんですね。映画見てもらったらわかるんですけど、ちょっと変わるんですよ。で、あの、 キャルが下品で嫌いなローズもですね、さすがにこのダイヤの大きさと素晴らしさにですね、ちょっと息を飲んじゃうんですね。で、これでこの女は落ちたですね。まあまだ婚約とは言いながらですね、一回もベッドインとかしてないんでですね、キャルはですね、やったーこれでこの女は落としたというふうに安心すると。で、揺れるローズの女心を見せると。4月14日の沈没までですね、あと2日ですね。で、翌日ですね、4月13日の朝、もう 沈没の前日ですよね。あの、4月13日の朝、これ土曜日です。えー、一等専用のデッキにですね、えーまあ、招待されて、ジャックご機嫌です。ローズが、まああの、ああたとは友達になったんだから、あの、私のピンチを救ってくれて、おまけにかばって嘘までついてくれたというふうなことでですね、逮捕されかけた、あの、頼みに守ってくれたので、あの、ジャックに感謝してですね、一等のプロムナードデッキですね、あの、一番上の、あの、めっちゃいいところですね、この、 ここですよ。この一番上のね、一番いいところをですね。えー、ジャックと一緒にこう、うろうろ、うろうろ散歩するシーンがあるんですけどもですね。えー、しかしですね、ローズがイライラしてるのをですね、理解できずにですね、まあ、二人喧嘩になっちゃうんですね。あの、本当は仲良く話せるはずだったんですけど、前の日にですね、ダイヤ見せられて、ローズはもう自分で自分の気持ちがわかんなくなって、ちょっとイライラしちゃうんですね。喧嘩になっちゃいます。で、えー、このシーンですね、一等、 キャップのですね、その遊歩道ですね、ベランダウロうろうするときの、まあ、あの、ジャックの服の浮き方ですか。もう本当にズボン釣りしてるんです。ズボン釣りというかね、シャツとかズボン釣りって下着なんですよ。で、上流階級にとって下着は見せるもんじゃないし、肌すら見せるもんじゃないんですね。昔のあの、なんだろうな、えっ、ー、と、キャルが船に乗り込んだときに帽子かぶって手袋してるのもですね、できるだけ皮膚を人前で見せないと。これが上流階級の振る舞いなんですよ。 じゃあ、上流階級は肌を人にむせないって言うんだったら、女の人はなんで胸開いてるのかと。昔からですね、上流階級の女の人ってめっちゃ胸開いてるドレス着てますよね。あれは何かっていうと、こんなに胸が開いてるドレスを見ても、俺は興奮しない。俺はクールだ。俺は理性があるってアピールなんですね。だから男性はほとんど皮膚を隠すような宇宙服みたいな格好をして、女性はパーティー会場とか舞踏会だけはものすごい胸開いた格好してるのは、 どんなに挑発した格好をしても男性はそれでこ、あの、なんだろう動物、動物みたいに振る舞わないと、理性的に振る舞うというですね、そういうアピールをですね、こう、当時やってたわけですよね。まあ、ここら辺も、いや、だから、 あの、ハリウッドのセレブたちがね、集まるパーティーで、みあの、女の人はなんか、なぜか乳首丸出しみたいな服着てるじゃないですか。あれ何なのよって言ったら、それをテレビで中継するからおかしいんであって、あれ、上流会議の人たちだけだったら、 まあ皆さん男の人は私のことをそんな変な目で見ませんよね。これをファッションとして理解できますよねってアピールが通るんですけども。あれ最近はテレビでこう中継したりするから話がおかしくなってきちゃうんですね。えー、でさっき言ったようにですね、上流階級の中で浮いてるジャックはローズと喧嘩になってしまいます。で、怒ったローズはですね、ジャックのスケッチブックを取り上げて、中の絵を見て驚くんですよね。えやだこの人、絵の才能あるじゃないと。 あの、イケメンである上に才能まであるなんて言った印象派とかキュビズムを全く理解してなくてですね、ピカソの絵とかですね、セザンの絵を買ってきた私をですね、なんかクズみたいな絵だなというふうに、多分ね、キャルがわかるのはノーマン・ロックウェル止まりなんですよ。それぐらいしかわからないような男なんですけど、そんなボンクラ婚約書よりこの貧乏男よっぽど素敵じゃないっていうふうに、またこのローズの中で,ですジャックの株が上がった瞬間です。で、 この絵を見せながらですね、ジャックは説明するんですね。宝石の女だ。と。パリのカフェにいたおばあさんで、いつもいつもありったけの宝石で着飾って、帰らぬ恋人をずっと待ってるって話をするんですね。で、えー、これを見て、あなたは本当に人を見抜く才能があるのねっていう,うにローズが言うんですけども、あの、これね、伏線なんですよ。映画全体の伏線ですよね。ローズはこうなっちゃいけないっていう、あの、なんだろうな。映画全体のキーなんですけども、 結局、最終的にローズは世界一のダイヤモンドを持っていて、そしてずっとジャックを帰るかもしれない。海で死んでしまったんだけど、いつか帰ってくるかもしれない。私のせいだっていうふうに泣いてですね、ずっと嘆き続いて帰りを待っている、この宝石のおばあさんみたいになったかもしれないですね。ローズはこの映画の中でですね。でも、このタイタニックと映画、3時間、 以上ある映画の尺は何の何を語るのかというと、ローズがそんな女にならないためなんですよ。この宝石の女みたいに、いくら宝石をいっぱい身につけてようと。帰らない男をずっと待っているような女になるなっていうお話をですね。作っているわけですね。だから、あの、あなたには人の本質を見抜く才能があるわってローズがこの世を見たときに言うのはですね。あの。なんだろうな。 君は自殺するような女じゃないっていうふうに、その瞬間ディカプリオがまず返すんですよ。あなたは人の才能を再度見抜く力があるわって言ったら、君もだっていうんですね、ジャックが。どういうことって聞いたら、君は自殺するような女じゃないだろうと。だから、あんなことするはずはないんだと。じゃあ、どんな女っていうふうにですね、聞くとですね、あの、例えばそうだな、馬にまたがる。それも女座りじゃなくて、もう本当にまたがって馬に乗るんだって。だからローズは驚くんですね。女が馬にまたがるのっていうふうにですね。 すごいこう驚くんですよね。あの、絶対に考えられない。実はですね、その、ローズはですね、母親からですね、こんな教育を受けてるんですよ。次のカットです。次のカットですね、お母さんが他の友達と話してるシーンで、大学は結婚相手を探すところよというふうに言ってるんですね。えー、女にとって大学は男探しの場って書いてあるんですけども、そうなのよというふうに言ってるんですよ。だから、母親にね、逆らっているように見えて、 ローズの価値観って母親譲りなんですね。お母さんと同じことを言ってるんですよ。だから。あの。なので,で、ね、あの、本当は女が上手いるなんて考えられないわっていうふうに言っちゃうローズっていうのは、母親とそっくりの。 逆らっってるんんだけど、そっくりなんですよでこれは後に母親が泣き出しちゃうシーンで母親も多分おそらく昔はローズみたいに新しい価値観を持っていて古いのが嫌で女だって何でもできるわと思ってたでもそれをずっとずっと抑えてきて自分っていうのがあるとで娘にそれを強制することがどんなに辛いことか分かっているとでもあなたはそうしなきゃいけないよなだって私たちは女なんだから女の言い方はこれしかないんだからというシーンがあるんですけどそこへの伏線になってるんですけども でも、映画のラストでローズの人生ちゃんと変わってるんですよね。あの、ラストのですね、えー、まあまあちょっと早いんですけど映画、まあまあもう今更ネタバレでもなんでもないですからこの映画に関してはですね、えー。ローズが眠るシーンでローズの周りにある写真が写るんですね。そうするとここの小さいいっぱい写真があるんですがこのフレームの中に大学の卒業帽子をかぶってるんですよ。 だから、あの、ラスト100歳を超えたローズがですね、えー、カメラが一つ一つその写真撮るんですけども、まず、ローズはちゃんと大学に行ってるんですね。母の呪いから解き放たれてるっていう意味です。で、その後ですね、えー、馬どころか飛行機にも乗ってるんですね。アでアフリカ探検にもこう行ってるんですよ。こっちの写真見ると。で、ラストに映るのが、馬にまたがって笑うローズなんですよ。ちゃんと馬にまたがって笑ってるっていうのを、 他のいろんな写真を見せて、この馬にまたがってるのを見せて、この映画終わるんですよね。だからあの、タイタニックという映画は、時々あの、シニカルな言い方で、ローズっていう女がいて、結局はジャックっていう男に助けられて、それを見捨てたおかげで一人生き残って、助かったんだよっていう、そういう風な話をする人いるんですけど、そうじゃないんですよ。あの、なんだろうな。ジャックの言う通りに生きたんですよ。ジャックが、 君はそんな人じゃない。本当はこんな人だって言っている。いろんなことを全部成し遂げた人生だったんですね。それがジャックとの誓いだからですね。あの、母親の呪いとか、あの、古い世界から抜け出した。それはね、すごい難しくて、この時代ですね、厳しいことだったんですよ。でもやりがいのある人生でしたっていうですね。そのジャックが言った通りに生きるということが、ローズのその選んだ道だったんですね。かなりそのすごい映画なんですけども、その、 普通の恋愛映画よりもちょっと深いんですけども、ところがタイタニックって枠組みだけ見ると大甘なんですよね。だ、だってジェイズ・ブス・キャメロンが、あの、20世紀フォックスにプレゼンするときに、どんな映画なのっていうときに、これすっげー予算かかる映画でめっちゃ手間かかるから絶対反対されるなどうやったら通るかなと思ったときに、タイタニック号。海の上の階級社会。うん、それはわかってるよ。うん そこでロミオとジュリエットが出会うんですよって言った時にみんなが目の色変わってそれだっていうふうに言ったと言うんですけどもそれをなんかこう終わらせないためのですねクライマックスっていうかストーリーっていうのをですねちゃんとこう考えてたわけですね。そんな普通の話ではなくてそれは何のためなのかと何のためにロミオは死んでっていうのをですねその単なるヒロイックなですねものにするんではなくてその後のローズの人生っていうのを写真で見せることによって語ってるわけですね でしかしですね、こういうです、ねまあ、いいシーンの裏ではですね、船のオーナー、イズメイさんですね、イズメイさんは船長に、えー、故障している最後のボイラーをたけっていうふうに言うんですよ。実は、あのホワイトスターライン車も倒産寸前でですねあの、4月17日の水曜日、タイタニックがね、最も速い速度で大、えー、西洋を横断したら、4月17日の午前中に、ニューヨークの港に着く予定だったんですよね。 で、ニューヨークの印刷屋にもう発注してたんですよ。ニューヨークの印刷屋さんに新聞の印刷も発注してて、タイタニック、ブルーリボン賞を獲得、世界最速、今日の朝、ニューヨークの,あの、なんだろうな、港に着くっていうですね、記事をもう書いて <laughs>、印刷までしてたんですね。なので、何が何でも 4, 4月17日のですね、水曜日の朝にですね、ニューヨークに着かないと、 ちょっとブルーライン社はですね本当に倒産の危機にあったんですねなので、えー、急がせたんですよであのー、さっき言ったその一つ故障してたボイラーって言ってたんですけど正確には故障あのー、なんだろうな故障じゃなくて火事なんですよねタイタニックってあの浸水式が終わって最初に試験飛行あの試験航海してで人を乗せる前にもうねボイラーが一つ火事で焼けてるんですよ。 で、その火事の火が石炭庫に移って、石炭庫の中で燃えてるけど、まだ消えてない状態なんですね。だからそのボイラー室は本当は閉鎖しなきゃいけないんですけども、最高速度を出すために、そのまだ燃えている石炭庫を開いて、で、その火事のですね、ボイラー室のをですね、動かせっていうふうに言ってるんですね。それで最高速度を出そうとしてるんですけど、まあ、何が何でも最高速度を出せたかったんですよね。で、一方それを命令されるスミス船長もですね、すごい微妙な表情なんですけども、やっぱりね、あの、 なんだろうな、OK 出しちゃうんですよで。なんでかっていうと、このスミス船長っていうのも、名物船長で、実はね、スミス船長の船だから乗るっていうお客さんが多かったんですよね。いわゆるキャバクラ用語とかですね、で言うと、太客というやつですね。<laughs> まあ、あの、地下アイドル用語でもあるんでしょうかね。太客というやつでしょうけども、ナンバーワンホストみたいな人物なんですよ。だから、スミス船長が乗船して船長をやるんだったら、私この船に乗るわっていうファンが、 いっぱいいたんですね。それぐらいカリスマなですね、あの、船長だったんで、まるであのカリスマホストがですね、誕生日にですね、シャンパンタワーの記録作るように、これはスミス船長の最後の公開なんですよ。で、引退記念に世界最大の船で世界最高速度を出して引退したいというですね、もう本当にシャンパンタワーの新記録作りたいみたいな誘惑に勝つことができなかったんですね。このあたりので,ですね、スミス船長の葛藤も書いてます。ええー、まあ、 目指すはですね、モレタニア号のですね、最高速度、ブルーリボン賞のですね、23.7ノットをですね、超える速度を出そうということでですね、えー、タイタニック号ですね。時に2000、えー、2000にはいけない。時にって言った、時に21999年、宇宙戦艦ヤマトはって言いそうになったんですけど、時に2000、えー、また間違えた。時に1912年4月13日、沈没の前の日です。 え、1月13日の夜、タイタニック沈没まであと1日ですね。綺麗な夕焼けとタイタニック号ですね。えー、とにかくタイタニック号がいかに素晴らしいか、いかに美しいかというのを見せてから、その後の悲劇を語りたいということです。えー、では今日の無料はここまでですね。<laughs> えらい長くなりましたけど、無料この辺までにしたいと思います。お疲れ様でした。えー、じゃあアンケートを出してください。<laughs> すいません、長くなりまして。 ああ、1時間ぐらいかかたあったね。ありがとうございます。来週沈みますね。はい。まあ、いよいよ、あの、悲劇の起きる運命の日、4月、あの、4月14日に何があったのかっていうのは、ちょっとこの後限定で話そうと思います。で、来週はタイタニックの後半です。はい。えー、では、らしてください。ありがとうございます。いやー、なんかね、ほんと長くなってすいません。もう本当、これでもね、すごい端折ってるんですよ。本当に <laughs> はしょってるんだけども、タイタニック語りたいことがありすぎてですね、えー、よろしくないですよね。じゃあ、えー、お疲れ様でした。ではですね、無料の方はですね、また来週お会いしましょう。限定に切り替えてください。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。